どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、究極のドラゴンを皆さんにお披露目していきたいと思っておりまして、もちろんね、またダークサイドオブディメンション DSOD 海馬使っていくんですけども、アルティメットドラゴンっていうのにもまあ種類がありまして、もちろん皆さんがご存知なのはこの普通の、バニラのねブルーアイズアルティメットドラゴンだと思うわけですよ。でね、OCG の方ではですね、このヘルカイザーもびっくりの殺意に満ち溢れたアルティメットドラゴンがいまして、でそれが何かっていうと、この、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンっていうこのモンスターが今回ね、このスキルでのみ実装されました。進化した最強ドラゴン、自分のエクストラデッキに、ブルーアイズアルティメットドラゴンとネオブルーアイズが入った状態でデュエルが始まると。でこのネオブルーアイズがなんだろうな殺す気満々なんですよ。殺す気満々侍、本当に殺意が高すぎて、マジでなんだろうな、サイバードラゴンもびっくりみたいな連続攻撃性能をしてます。そもそもの、融合はブルーアイズホワイトドラゴンが3体必要ですよと。もちろん沼地のマシン王とかが1枚入ってもいいんですけど、ブルーアイズもホワイトドラゴンが3体必要ですよというアルティメットドラゴンと同じ融合素材で、このカード名の、1の効果は一旦に2度まで使用できる。一旦に2度まで、融合召喚したこのカード、特殊召喚じゃなくて融合召喚しないといけません。融合召喚したこのカードが攻撃したダメージステップ終了時、自分のフィールドの表側表示のカードがこいつのみだった場合、だから何もない場合、このカード以外のカードが何もない場合、ブルーアイズ融合モンスター1体を墓地へ送って、このカードは続けて攻撃ができます。モンスターに攻撃とかではありません。続けて攻撃ができます。つまりダイレクトアタックもできます。やばいでしょ。で1ターンにこの効果は2度まで使えます。つまり何が言いたいか、3回連続攻撃ができます。4500でいや脳筋で、コンセントレートとかあれば、8300かなの、連続攻撃が可能っていう、すごいロマンの、カードです。で自分のフィールドのブルーアイズモンスターを対象とする、魔法トラップモンスターの効果が、発動した時にこのカードを除外して一応無効にするよっていう効果も、おまけでついてます。墓地のなんてこれいなくならないといけないんですけど、で、今回はこの連続攻撃を決めていくという、そういうデッキになってまして、だから要はブルーアイズアルティメットドラゴンがデッキ融合エクストラデッキで2枚あればいいんですよ。だから、一応3枚入れてますけど、これ2枚でいいです。これだから1枚でいいんですね。だから入れるのは実質で、今日のギミックは要は3体でブルーアイズホワイトドラゴンの融合をしつつ、フィールドに、カードが何もないという状態を、自分のフィールドにね何もないという、他のカードが何もないという状態を作らないといけないので、それに特化したデッキとなっておりまして、もちろんね、融合を持ってくるっていう、意味では、沼地のマシン王が入ってまして、で、こいつが融合を持ってきつつブルーアイズホワイトドラゴンにもなれるんで、めちゃくちゃ強いんですよ。でこれ3枚で、あとはブルーアイズをサーチできる、この伝説の白石さん、の、を捨てて、持ってこれる。これ要は墓地を送られるとブルーアイズ持ってこれるんで、これを捨てるための調和の法殺、要はデッキを回転させて、調和の法殺でこいつを捨てては2ドローしつつブルーアイズを持ってくると手札のアドがすごいことになるんで、だからこれをしていく。あとはこの目覚めの戦術、手札を1枚捨ててブルーアイズを持ってくると、これ例えばこいつを捨ててブルーアイズ持ってくるとブルーアイズいきなり3枚揃うんでね強いですよね。非常に強い。なのでこの効果も使ってやっていくと。あとは、もちろんフィールドに、出すっていうこともするんで、ホワイト・オブ・エンシェントで、最初は白き霊竜とか入れてたんですけど、白き霊竜がいると邪魔なんですよね。白き霊竜が要はそのフィールドに何もない状態にしたいんですよ、そのネオブルーアイズ以外を。だからあとこの初行の騎士も入ってるんですけど、この初行の騎士の枠が最初はこのリュウマドの、守護者でやってたんですけど、対戦中もしかしたらリュウマドの守護者出てくるかもしれないんですけど、リュウマドの守護者はいなくならないんでフィールドに残っちゃうんですよ。だからね、あんまり相性が良くなくて一回抜きました。この段階では対戦中はもしかしたら入ってることもあるかもしれません。で、バッキを除去する手段は本当にハリケーン、これ引けるんですよね。意外とこれがあるから、調和の法殺があるから結構引けるんで、これ2枚入れとけば大体大丈夫かなっていう感じです。早速あとね、このネクロフュージョンっていうこれロマンカードでしたけど、これ要はドラゴン族がめっちゃポチいくんでこの5カットドラゴンとは出せるんですよまあもちろんアルティメットも出せるんですけど、1回ネオブルーアイズ出した後にアルティメット出てくるみたいなこともあるんですけどね。これ結構かっこいいんで入れてます、1枚だけ。ということで早速、ネオブルーアイズアルティメットドラゴンのハイパーアルティメットバスト決めていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手のことは俺対戦よろしくお願いします。デュエルスタンバイ進化した最強ドラゴン対決きた。どちらが先にネオブルーアイズ出せるかな。俺は調和の放射の効果を発動、最後の白石を墓地を送り、なるほど。ですね、どうしようかな。どうしようかな。こうするか、融合持ってきた方がいいかな。これワンチャン耐えんのかな、これ。でも、これ耐えんのはなんだで、太陽の白石の効果。で、ここでブルーアイズ呼んできて、で、太鼓の白石さんはですね、ブルーアイズ回収できるんで、まあブルーアイズ死んでも大丈夫っていうね、そういうギミックになっております死にはしなければ多分大丈夫だと思うんだけど、竜魔道の守護者、それ邪魔じゃない？なんか俺もうこれ抜こうかなと思ってんだよね、この竜魔道の守護者。なんかこれね、多分ね、いらないと思う、俺。これ要は融合素材にできないから、竜魔道の守護者って。だからネオブルーアイズの連打に邪魔なんだよね。だからちょっと俺これ抜こうかな。なんか初行の騎士とかなんかワンチャン仕事しそうじゃないこれ。あーかっこいいですね。はいはい、オッケー。そのムービーはかっこいい。編集流すかもしれませんけども沼地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 メットドラゴン来た。ブルーアイズ沼地メットドラゴン来た。ドラゴン目覚めの戦慄の効果発動。ドラゴン目覚めの戦慄の効果によってこっちか。竜魔道の守護者捨てて、でブルーアイズ1体持ってきて、でですね、沼地のマシン王の効果発動っていう。だからこのカードを捨て、融合を手札に加えるぜ。そして俺は手札よりマジックカード融合発動。俺はブルーアイズホワイトドラゴン3体の魂を埋葬し、いでよネオブルーアイズアルティメットドラゴン。これが最強にして究極のブルーアイズの姿だ。今こそ現れよう。そしてバトルフェイスを食らえ。ハイパーアルティメットバースト。ネオブルーアイズの効果発動。アルティメットドラゴンを墓地に送り、もう1年だハイパーアルティメットバーストそしてアルティメットドラゴンを墓地に送り、3連打ハイパーアルティメットバーストだ。さ、ヘルカイザーさんもびっくりじゃないで、僕の時本当に俺の立場ねえよみたいな 言われるよね、絶対ね。俺の立場ないやんけみたいなとこあるでしょ、絶対。ヘルカイザーさんのやっぱそのアイデンティティってやっぱ連続攻撃だと思うんですよ。4000、4000じゃないか、2100か、基本的には。びっくりだよね、4500で3連打すんだよ、これ、この人。本当にカイザーの立場ないでしょ。まあね、他のモンスターとかカードが要はビルドにない状態じゃないとダメなんで、めちゃくちゃきつい条件ではあるんですけども、他のなんかその魔法トラップ捨てらんないしみたいな感じなんですよね。まあだからハリケーンではあるんですけど、結構ねこれきついけどね。アマゾネスはやばいね。アマゾネスはね、まあ言うて連続攻撃は多分なんかその吸収でできないから連続攻撃じゃなくて2体ブルーアイズとなんかアルティメットとかで殴るしかないかなっていう感はあるね。まあその殴っていただけるのはありがたいけど、これね、霊竜ワンチャン入れるまであるけどな。こういうデッキなんだったら霊竜入れて1枚くらい入れてもいいかなとはちょっと思いますけどね。まあちょっとブルーアイズに変身しないといけないけど、変身すればまあフィールドからいなくなってくれるっていうのはあるんで、まあ、霊竜ワンチャン入れてもいいかもしれないけどね。そして、ブルーアイズホワイトドラゴンの魂をフィールドに降臨させるぜ。なるほど。これはこうしてこの順番なんかどっちでもいいのかな。これどっちが先がいいんだちょわかんねえな、これどっちが先がいいんだ。どっちが同じか。でも調和した方が良かったのかな、これ。わからん。ちょ、わからんわからん。これ順番合ってるこれ。あれ、超先の方がいいかこれ。伝説の白石さんの方が発動。強制的に。強制的にするけど、ブルアイズはもういない。俺のデッキに。わかってるよ。バカ誰が。そして、調和の放射の効果発動。頼む。沼地メットドラゴンからなんか来て。沼地メットドラゴン来て。あー、沼地メットドラゴン来た。沼地メットドラゴン来た。ばっかりケーンがないけど、これワンチャン、これワンチャンあるよ。これはワンチャンある。だってさ、言うてさ、アマゾネスってさ、そんなにさ、カナディアとか入ってるイメージないんだよね、あんまり。あんまりないから、ここで、融合の効果発動。俺様は、手裏に存在する、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン、そしてブルーアイズ、ホワイトドラゴン、そして、ブルーアイズ、ヌマチメットドラゴンの魂を埋葬し、降臨せよ。これが、ブルーアイズの究極の姿だ。ネオブルーアイズエルジェットドラゴンバトルでいくぞクソマが。これなんだ回収か、一応回収しとくか。回収は一応しとこう。ブルーアイズを回収しておいて。一応な、多分使わねえか。いくぞ !3 連打はできないが、逆にそれがいい。だがそれがいい。くらえ滅びのバーストストリーム一連だ。吸収いいだろう。さあ、そのもう一枚何なんだろうな。もう一枚が何なんだろうな。かいまよクソアマが何がアマゾネスじゃ決まってんだよ。社長でブルーアイズを使わないやつはカスだ。いいかい、貴様に分からしてやろう。力の差を遊戯王があんたるかを分からせてやろう。滅びろバーストストリーム除外される知らん。そんなものは食らえハイパーアルティメットバースト。このクソマがくたばれ。力の差を分からせると言ったろ。対戦ありがとうございました。さあお相手にまた変態仮面さんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ俺の進化した最強ドラゴンを貴様にお見舞いしてやろう。デュエルだ勇気、デュエルだ勇気。これどうしよう。これどうしよう。これどうすればいいんだろうな。これ先一応やるか。一応調和の放殺してってことは鬼増やそう。こうしてこう OK で伝説の白石さんで持ってくる。これワンチャンターンエンドですね。これワンチャンこれセットはするか一応。なんでも多分いいもんなってことだ。次デッキアップなんでも融合はできるもの多分。ドラゴン目覚めの戦列があるんで、だから次引いたやつを捨てれば、セット OK? セット OK? セット OK? セットセット OK? あ、OK OK 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 強者的ハリケーン。お、空中補給。お、現状機か。なるほど。トークン出すやつね。現住機トークンをなんか出すやつ。オッケー。それはね、ひたすらにね、それひたすらに俺がね、お見合いしてあげるんでね。そして、ドラゴン目覚めの戦列の効果発動。ドラゴン目覚めの戦列によって手札を1枚して、ブルーアイズを2枚、回収するぜ。そして、俺は手札より、融合の効果発動。融合の効果によって、フィールドに存在する沼地のマシーン用と、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン2体の魂を埋葬し、これが、ブルーアイズ究極にして完全なるドラゴンの姿だ。今こそ現れよネオブルーアイズアルティメットドラゴンバトルだ。食らえハイパーアルティメットバースト。あ、ボールありますこれ。これ今このチェーンってボールある感じだよね。あ、やられちゃう。ネオブルーアイズアルティメットドラゴンの効果発動。アルティメットドラゴンを墓地の振りもう一連だ。くらえ。これが力の差だ。力の差分からしてやと言ったろ。くらえハイパーアルティメットバースト。まあ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 なかなかやるじゃないか。甘えてやらなかったようだな。はあ、だが貴様のフィールドは0枚。何ができるというんだこの最強の盤面にな。クラスターペインドラム出ました。トークン出すやつですね。トークン出すやつ。トークン出すやつ。あ、あっ